はい、皆さんこんばんは、みなちです。スーパーファミコンファイアーエンブレム、紋章の謎、パート12、暗黒戦争編の第5章から、やっていきましょう。まだアイテム整理中ですけどね。和骨です。はい、サムさん、バスト、いらっしゃい。あとは、ワク。はい、タクさんいらっしゃい。これ、ちょっと、傷薬。あ、ジュリアンに鋼の剣持たせてたのか。ダーマーキラいらなくて、あれ？あ、そうだ、こいつ、ソシアルナイトじゃなくて、ナイトになってんのか、今、こいつら。ん？あ、もらうか。鉄の剣、あと1個しか余ってない、もしかして。あらまあ。あ、そして銀の剣、装備できないのか。まだ。こいつは。あれ？あ、預けるな。これさ、4枠全部埋まってる状態で、何か。バーディンさんをパラディンにしてな笑い。ハーディンさん、ハーディン、パラディンにしてな、わら、ってことだ。まあ、こいつクラスチェンジとかってどうやってすんだろうね。よくわからんのだが。勝手になるんかな、レベルで。あーたーす。アーマーキラーをどっち地に持たせるかやなぁ。それは言わないよ。そうねぇ。鋼の剣もっと買っときゃよかったなぁ。ここで全員いるんだよなあ、そっか、シーダもナイトになるのか。場内戦だから。やべえ、めっちゃ悩むぞ。とりあえず、これで、いいとして、何人出れる？ 11 人。6、7、8。ワコナツアント。9。アント。はい、サシさんいらっしゃい。10。11。あ、ちょうどか。ちょうど11なんだな。こいつは多分使わねえからなぁ。ちょうど11か。違う。
何？反乱軍が城内に侵入しただと。よし、アーマーナイトは敵を迎え撃て。アーチャーは玉座の守備じゃ。盗賊どもは財宝を集めて撤退の準備をせよ。よいか、奴らを一歩たりともこの部屋に入れるでないぞ。宝がここか。ここと、ここと、何個あんだ？あ、これ、3、4、5個。全部で5個か。なるほどなぁ。で、こいつらはなんで捕まってた？あ、名前あり？こいつら味方なるタイプのやつか。マジックシールドの杖？扉の鍵。とりあえずここ開けなきゃいけないよな、こいつで。扉の鍵ってなくなる？まあ、でも開けるしかないからな。扉。待機。で、こいつらは、誰だ？またシーラとかかな？違うな。あー、レナかな、もしかして。届かねえしな。マチス同様、レナな気がするな。で、あと上は、多分ワープ使わないと間に合わないよね。あ、こいつは扉の鍵持ってる。鋼の槍持ちか。あれか、動画を上に飛ばせばいいかな。こいつなら一人でもなんとかなるしな。そしたら、動画に、その前に、これワープの杖ってどう？これ、使ったことないんやけど、どこまで飛ばせるんだ？味方を遠くに飛ばすことができる跳躍の杖でしょ？どこにでもだったと思うけど。あ、そうなのか。飛ばすとしたらどこだ？ここか？とりあえずここの宝を取れないようにするのと、出て行かせないようにするんだったらここだよな。でも一人で耐えれんのか、これ。とりあえず、ここに、この辺置いとけば、あんまりダメージを受けないよね、きっと。とりあえず、傷薬持たせとこう、こいつ。ちょっとこいつ邪魔やな。まあいいか。輸送隊。あ、こいつで受け取らなきゃいけない。傷薬、刺すか。道具交換、動画に。ワープ前。ここでいいか。動画耐えれっかな。傷薬6つで。
がどこにでも飛ばせるのはなかなか優秀だね。お、42、でかい。さあ、どうかさん、あなたはそこで頑張ってください。あとはとりあえず前進させるか。宝箱は盗賊でしか取れないんだっけ？取れないよね。鍵あれば誰でも。そう、鍵がないからなぁ。マジだ。オグナバの移動力でギリ盗賊の鎌できる。オグナバの移動力でギリ盗賊の鎌できる。この辺を塞げるってこと。こいつらも襲ってくるからな。キュウコメさんいらっしゃい。あ、そういえばシーダ以外試してねえな。まあいいか。いや、アーマーが蓋してるとこ。あ、ここ？マジで、いけるの？ここまで。すげえな。でもワープが一番手っ取り早いけどね。そうだね。そう、一等できると思ってなかったわ。防がれてる、塞がれてるからな、ここ。ここどこ。こいつ司祭だし、攻撃はしてこないよね。あ、でもサンダーの章持ってんのか。敵のアーマーの蓋してるとこにオグナバのどっちか置ければね。ああ、なるほどね。そこを塞ぐのか。でも倒さなきゃいけないよね。手間取ってたら大変だ。12個目さんいらっしゃい。そうか、こいつ攻撃してくるな。サンダーの章、こいつ耐えれんのか。ジュリアン耐えれっかな。まあ、とりあえず、ダウン終了しとこう。この、名前ありがどう動くかやな。攻撃してこなかった。じゃあまあとりあえず、とりあえずほっとけばいい。どうしたらいいんやろあいつは。ジュリアン、あ、話せるわ。リカード。なんだお前、リカードじゃねえか。何やってんだ。あ、ジュリアンの兄貴、お久しぶりです。へえ、情けない話ですが、この城に盗みに入ったらドジ踏んで捕まっちまったんでさ。あ、こいつは攻撃してこないのか。いい奴らやで。でも兄貴こそどうしてここに？ここへ。俺はさ、もう盗賊家業から足を洗って、今や正義の味方さ。へえ、どうせまたどこかの女に騙されたんでしょう。兄貴は美人に弱いから。バカ言え。俺は純粋に正義感に目覚めてだな。まあそんなことはどうでもいいや。お前も今日からは俺の仲間になれ。まだそんな勝手に。まあいいか、おいらも暇だし、兄貴の頼みとあらば仕方ないか。大当たりだろ。わかりやした。兄貴のお力になりましょう。その代わり、おいらにも分けまい、よろしくね。現金のやつやな。とりあえずこいつ、宝箱回収係やな。
あと、こいつで説得できたら楽なんだろうな。あ、できるじゃん。こいつ育てないからと思ってたんだけど。名があるといい、かしむといい、ちょろいな。ちょろいね。マルス様、私はカダインの司祭、レンデルと申します。魔道の都カダインは我ら平和を愛する者の願いも虚しく、ガーネフに支配されてしまいました。今や多くの魔道士がガーネフに引き入られてドルーアの悪事に加担しております。マルス王子、どうかガーネフの野望を打ち砕くために力をお貸しください。よし、お前サンダーの章をね、マリックに渡せ。道具、交換。剥がそう。で、ここか。誰前出すかな？オグマあたりか。届かんな。ここに出したい。ここに出したい。さっき30分くらい8章やってたんだけど、コロッと勇者に殺されて終わった。おー、どまい。勇者はね、敵にすると怖いよね。返しの一撃あるしね。ナーバールでしか行けないかな。ナーバールでしか行けないな。ちょっとおびき寄せるのに。武器。こいつ防御力いくつだ。11か。鋼じゃないとダメージ取んねえな。仕方ないか。あの火力で後輩足銃はせこいわ。ははそうか、2回攻撃だもんね。さらにね。怖い怖い。敵に回したくないね。あとは動画がどんだけ耐えれるかやな。ここは結構ライブの杖使わないときつそうやな。回復できる場所ないもんな。え、ゴム当たんのか。あー、鋼ねえか、こいつ。ちょっとこいつは、反撃される前に倒しとこう。怖い怖い。このアーマーナイト2体がちょっと怖いな。中身は。おお、5000ゴールド。ガンガンブリザー使っとこうかな。
6? ああ、微妙だな。はいか。後の箱は敵の盗賊が勝手に開けてそれを迎撃したらオッケーかな？だーね、そんな感じだね。どうやっても間に合わんしね。で、これで5に減らして、5?6 か。6だよね。で、これで1発で。最攻撃で消費されなかったら、いいんだけどね。そんなぬるくないわな。さーて、司祭なぁ。誰前出そう。誰で倒すかやなぁ。あー、似たり寄ったり。ブリザーもエクスカリバーも2回攻撃できるから強いで。そうそう、高速がかなり高いからね。あ、そうでもなかったか。4か。まあ、アーマーナイトに対しては2回攻撃できるから強いよね。だ、なるべくね、一発分で倒したいね。魔法の書とかなんかなかなか手に入らなさそうだからね。とりあえず、ナイトで。ナイトで削って、アベルで削るか。あ、こいつ何気に高速高いのな。おー、マジか。お前で倒す予定じゃなかったんだが。技幸運武器レベル。力上がってほしいんだけどなー。なかなか上がらんね。強いねー。鋼の弓か、こいつら。あー、こいつ、怖いな。鋼の弓か。どこまで前出すか、その悩むな。ちょっとこいつは先に倒しておきたい。反攻撃を受けたくないな、もう。終了まであと5分になりました。弓は傭兵で殺せそうだな。そうだね。できれば。でも一発で倒せなさそうなんだよな。力がなくてな、傭兵は。
あ、痛い。やっぱ鋼の弓痛い。痛いよで、ダメージ2だよな。動画で、とりあえず殲滅はできそうだ。お？なんでそっち行った？あのアーマーナイトはどこに行くんだ？とりあえず、こいつを倒そう。この扉の鍵あったらこの宝箱開けれるの。それとも宝箱用の鍵がある。どうなんだ。終了まであと3分になりました。扉と宝は違いますね。ああ、違うんだ。鍵は鍵じゃなかったっけ？なるほどね。分かれてんのか。この、ナイトで削って、表に残ったな、こっち。ドス番は同じだったと思う、これはわからない。ああ、そうなんだ。やっぱちょっと仕様変わってんのね。あなたちょっと下がろうか。弓で全部削れるかな？削れなさそうだな。あ、いける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 。終了まであと1分になりました。もいけるよね。オッケー。あとこいつらの回復をするかどうかちょっと悩みどこやな。もっとな、傷薬変えれば買いまくる。ありがとう。お疲れ様。そしたらそうですね、今日はこの枠で次枠予約を無効にしました。はい、終わりますので、またこの続きから次回やっていきましょう。オスです。はい。オス？ボスを倒してファイアーエンブレムを手に入れましょうね。はい、お疲れ様でした。また見に来てくださいね。